あの厚生年金病院で、はい、あの骨粗鬆症の検査をして、はい、で、脊柱管狭窄症っていうのを診断されたの。はい、その前に、うんうん、もうあの銀座の腰痛クリニックっていうところで、そういうのがあるんですね。はい、うんうん、あの腰痛専門で、それでその日にもう検査して結果が出るっていうんで、それでそこであの自費で保険でなくあの取ったんです。お医者様ですよね。はい、そうです、うん、はい、だけどそこは、うん、まあそれが9月だったんですよ、うん、あの、うん、そのそこ行ったのは、はい、そしたらまあ1年間ぐらい、うん、腹筋背筋を鍛えて、まあ、まだそんな手術する問題ではない。なるほど。そう言われたけども、うん、まあ、あの1年間、はい、じゃあ背筋腹筋を鍛えようと思いながらいたんですよ、うんうん、ただ人間ドックで10月に、はい、骨粗鬆症がだからしっかり調べなさい、はい、で全身 の, あの厚生年金のところで全身の骨量を測ったんですよ、うんうん、そしたらかなりあの骨量が悪い、だから狭窄症もって言ったら、うん、はい、その辺に行ったら、うん、あのしびれがちょっと出てきたんですよ、うん、あその頃にね、はい、それは今年、それいやだから10月に骨量やって11月に、11月頃にね、うん、そしたらしびれてきた、しびれてきたんですよ、うん、はい、ほいでじゃあしびれにはリリカという薬がいいからって言って飲んでたんですけど、うん、全然効かないんですよ、うん、私の場合、うん、ほんでまれに効かない人もいるらしいんですよでもそれより今はいい薬はないと先生が言うんです。リリカ最強で、はい、はい、ないって言うんです。今度は治療方法を変えたんですよ、はい、で今度あの注射の骨量を上げるのにしたんです、はい、うん、で今に至ってるんですけ ど, ど だんだんになんかしびれというか痛みがひどくて、狭窄症が3箇所なんですよね。3箇所です。下からね、あの、はいはい、4、まあ、4番3、4、5みたいな、はいはい、で一番下が一番なんか、うん、狭くてね、潰れちゃってる感じ、はいはい、だからあのすぐ近くの先生は一応、まあ、こんな状態だよっていうことで、はい、うん、まあ、20年生きるとしたら、うんうんうん、もうちょっとできるだけ頑張って歩ける時までは頑張って、うん、でその後はもう手術だよみたいな、ボルトやらチタンやら怖い、いろいろ怖いな、うん、見せられました。まあ現代医学で大丈夫なんでしょうけどね、はい、ちょっとまあ、はい、怖いですよね、はい、で筋膜、あの 500m ぐらい歩けてたんですよね。あのいやあの、うん、結構歩けてたんですよ、はい、30分くらいね。そう、うん、でも2ヶ月前ぐらいです、うんうんうん、で徐々に歩けなくなってきて、うん、であら だいぶ歩けなくなっちゃったわと思って、うん、たら今度なんかねしびれが、うん、このくるぶしっていうか、はい、この辺からこうなって、はい、お尻の方に、この外側ですね。そうなんです、うんうん、ここがすごくあれで、うん、こうツーッとこう来て、うん、お尻がしびれてと、うん、しびれだけならいいんですけど痛みを感じる。なるほど。腰が、足が、足がね、だから足をつくのがちょっとなんか、うん、苦手な感じになってきた、はい、で筋膜リリースの治療に行かれたんですね。はい。でそれはどんな治療だったんですか？ストレッチとかそういう感じ？いやいや、ただこう寝て、はい、あのなんかあの本当にこうマッサージみたいな感じで、うん、時々こううーっと体を何て言うんですかね、こう広めるというか、はい、伸ばす感じで、ね、全然痛くないんですよ、うん、それで、うん、でも帰る時はもうちょっと歩きにくくなって、うん、でそのしびれが出たのはその筋膜リリースやった、いやその前、その前から前からですけど、うん、痛みとかそういうのは、うん、その筋膜リリースを今回はなんか、うん、結構念入りにしてもらってたら、うん、こう痛くて、うん、1回ですか行ったの？2回です。2回行った？はい。あ、そうなんですね。1回目は、うん、その日と翌日ぐらいだけだったんですけど、はい、うん、水曜日この間行った時は、はい、なんか何日もちょっと辛くて。あ、本当ですか。え、はい、ってことは先週の水曜日、はい、今日水曜ですもんね、はい、なので1週間経ったんだよね、はい、でも今はまだ歩けない。歩くのがちょっと辛い。はい、うん、それが残念ですね。はい、はい、ちょっとじゃ あ, あのお体見ていいですか？はい、ね、
もうこのままいいですか、これあ、でもいいですか、その畳ですか、こうすると、はい、こっちの方がすごく盛り上がっちゃってるの、はい、ってことは、はい、盛り上がってる側が特に辛いことが多いんですよ、なんか左なんですね、ほら、ほらこんなに違うの、なんかね、左の方がって気になってるのかなって人も言ってました、ちょっとずれてるとこの。お父さんちょっと見れます？これ。はい、これこの、はい、これちょっとお父さん触ってもらっていいですか？こうして。こうあ全然違うでしょ？そうなの、ね。なんでこんなにびっくりするぐらい。センチ以上、こっち盛り上がってる、うん。そう。気がつかなかったでしょ？こういう症状が治れ、そしてこっちはひねりやすい。なんだけど反対は硬い。ほら。あ硬い。くらいでしょ？この骨盤を押さえておくと。それやったらねビリ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 お尻に来る。あ今来てる。どれと来た？こっちひねると。こうしたとき。こう今来てる。あ、ちゃあ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 。あ、よかった。あ、よかった。よかった。いや、ほら、症状がないと分かんないですよね。あ、見つけたっていう意味ね。はい。で、もっと、症状出すためには、こうして、はい、こうするともっと痛いんじゃない？あ、そんなことしないで。痛い、痛い、痛いでしょ？痛い。ね、反対はどう？反対は痛いじゃない？こうして、こうは。あ、大丈夫よ。ね、こっちは得意なんだ。へぇー。ね、っていう感じになってるんですよ、はい、ね、じゃあ今度上向きで寝てみて、私は親指見れます、親指の長さ、あら本当ね、違うちょっとずれてるのかな、ちょっと待ってよ、うん、なんとまっすぐしてるか、うんうんうん、ほらどう、それともほら、うん、こっちの長い、ほら右が見てください、見て、うん、こっち長いでしょ、あらどうしたの、ね、こういうのって立ち方だとか歩き方のバランスが悪くなっちゃってるんですよ、じゃあ長年の、うん、だいぶ長いですよ、うん、うんでこうやって、はい、行くともう痛いところが全部わかんの、うん、ほら柔らかいほらね、こっち硬いでしょ、痛い痛い、ごめんね、でここも痛いのよ、ここ硬いね、こっちは平気、あこっち平気、ね、でこれが痛いの、こっちはそうだから柔らかいでしょ、でここも痛いよ、ほらあ痛いね、こっちはほら柔らかい、あこっちは大丈夫、うん、そう、それからね、じゃあちょっと痛くない、そう、一緒はこっちの方がいや、ふにゃーってくる、うん、こっち硬いよね、はい、硬い、肩が浮いちゃうでしょ、すぐに、うん、ね、はいはい、こっちは、ね、こっちはまあそうでもないでしょ、はい、ね、でさらに、こうしてこっち倒すとやっぱ硬いじゃん、あ痛いね、腰痛い、はい、反対は痛くない、痛くない、あ、どういう、ね、でしょ、だからこの痛いのが治れば、はい、多分痺れも抜けてくるんですよ。ああ、そうなんだ。ね。じゃあもう、あと痛いことしないからね。はい。はい、じゃあ治していきます。もう寝てればいいんですか？そう、寝てて。はいはい、でも、ゆっくりした呼吸だけしてて。はい。はい、はい、じゃあ息を吸って。はい、吐いて。はい。ゆっくりした呼吸で。これいつも膝いつも曲がってるの？そう、浮いてるかな、浮いてるよね、うんうん、あ、膝は曲げて、そうそう、お尻上げて、おお、なんか良くない？そうですか？なんかスッと上がるよ、上がりは全然違う、うん、分かんない、自分では分かんないんだOK じゃあこれで回転してみて、コロンと、はい、コロンストーンってくるんでしょ、はい、大丈夫あ、こっちの方が楽。楽ね。OKOK。さあ、それでね、はい、水谷さん、ここが痛いんですよ、ここが。痛い。痛いでしょ、はい、でも、お尻上げやすいからやってみて。あ、ほんと。ね。はい、OK。うん、それで、さらに骨出してみて。はい。戻るでしょ、はい。ね。だから、ここの筋肉の緊張があると、痛みが取れないんですよ。痛い。ちょっと今ね、軽く押さえてるだけよ。はい。じゃあ、やってみて。どう？どうかな？どう？こういや、すごい上がってる。じゃあ、こっち伝えてみて。自分ってわかんない。ほら、全然違う。どう？はい。大丈夫？あ、確かに。うん。はい。反対はどう？反対もいい。反対もいいね。もちろんね。めっちゃ良かった。はい、じゃあ、これで一回立ってみようか。はい。気をつけて。あ、痛い。あ、痛い。急に立つと。急に立つと。
この辺がずーっと痛い。あ、筋トレするのすごい痛い？はい。うん、オッケー。あ、今すっごい痛い。でも痛い？進撃が入ったからかな。あ、そうなの？そうだ、ほら、背中がさ、はい、さっき左がすごい盛り上がったんだけど、はい、今ね、一緒ぐらいになってる。あ、そうなの？うん、ちょっと音だ、見て。うん、はい。お、あ、本当だ。あ、段差がなくなってる。本当に？段差が。本当に？段差がない。段差ないのよ。うん、だから、あの、自覚ないかもしれないけど、うん、体はね、十分な変化があるんですよ。あ、そう。うん、これで、はい、ゆうさんね、あの、やってほしいのはね、あの、はい、これくらいに足開いて、はい、でね、しゃがめます？こうやって。かかとついてます。ほら、はい、硬いでしょ。こっち側が痛い。右？右。右が痛いの？はい。痛いの左なのに。うん、あのね、うん、私こっちの膝がちょっとわ、うん、悪いんですよ、昔から。あ、そう？うん、それね、ここの硬さなの。あ、そう。ちょっと待ってね、うん、あ、ほら、あ、これ足首が硬いんだ、膝が悪いんじゃなくて。あ、そう、うん、ちょっと、はい、つまって、はい、しっかり、はい、それで、はい、こうして、はい、もう一回しゃがんでみて。楽でしょ、はい、だから、そんなにね、どこ持ってるの、お父さん覚えてて。それは後だよ、後だよ、後だよ、はい、これでやってみて、はい、ストーン、お尻、もっと下ろして、もっと下ろして、もっと下ろしてほしいの。そんなやったら後ろ押しついちゃう。そう、大丈夫、させてるから。そう、うん、はい、やって、はい、ほら、で、これがリラックスしてくれると、はい、もっとこうふくらはぎが伸びてきて、そうね、その関節可動域がちゃんと正常になってくる、うん、正常になってくる、しゃがめてるということは正常可動域になってるんですよ。はい、ね、はい、じゃあ立ってみて。この時にお尻のしびれはどう？なんか少し、うん、少しいいかな。少しまだしびれてるのね。はい、大丈夫大丈夫、これちゃんと取るから、ちゃんと、はい、ね、きれいにしよう、うん、はい、じゃあ起きて。あ、ちょっと、はい、はい、はい、この時しびれどう？ずいぶん楽でしょ、でしょ。だからね、皆さんね、ここにばっかりフォーカスしすぎてたの、注目してたの、ここに、はいはい、ここじゃなくてね、こっちの問題なんだよね。じゃあもう一回仰向け寝て、はい、いいかもしんない。いいかもしんない。いいかもしんないって。でもこう、うん、まあ、なんとなくこのここがピリピリする。ここピリピリしてる。OK。でも今ピリピリしてるでしょ。はい。でもね、ここを押さえるんですよ。ここ、ここ。痛い痛い。ここ痛いんだけど、はい、足伸ばしてみて。今ピリピリしてる？あ、してないみたい。でしょ？そう。してないみたいよ。でしょ？だからこの足首がこっちの痛さ、下の痛さでこっちが感じなくなってるの？違うってば。だからどんななんだろう。もう痛くないよ。大丈夫。マジで。すごい。ここにツーンとは来るんだけど。ちょっと来てんの？びっくり。え、こっちにね、うん、ツーンとこう足すと、うん、ここの辺に、うん、来てるんだけど、はい、マシ？あ、こう歩くと、うん、ピンピンピンってこう、なんていうの、しびれが感じる感じ。うんうん、あ、でも前と比べてはどうですか？やっぱりね、ここのしびれ、はい、この辺のしびれというか痛さ、うんうん、それは残ってる。残ってる？はい。OK、ちょっと待って、うん、足踏みしてみて。足踏み？うん、そう。来る？今はそんな来てないけど、重い、うん、重い。ちょっと待ってね。はい、もう一回やっておいて、足踏み、はい、はい、どう？これを足踏みすると、うんうん、ここに響いてくる、うん、こっちは平気？こっち、こっちは分かんない、分かんないの？ちょっと待って、じゃあちょっとこれで、はい、これでお願いです、はい、やって、足踏み、うん、足踏み、どう？そうすると、うんうん、今度お尻じゃなく、うんうん、ここのくるぶしのところに違和感、うん、これは平気？大丈夫です。大丈夫？はい。この状態ではさ、はい、こうしてもこうしても、しびれこない？はい、ああ、大丈夫です。大丈夫？大丈夫ね。はい。で、立ってみたらどうかな？
だるあのやって前より楽になったけど、うんうんうん、やっぱここのところにツーッと、そのところこっち痛い、はい、こう痛い、ここに響いてる、うん、ちょしっかりこっちに体重乗っけてみて、これ、あの膝伸ばしたまま、これではどう、はあ、そしたらこっちに来る、こっちはどう、こっちは来ない、こっち来ないね、こっちこう、あ、こうやった場合はね、うんうんうん、はい、うん、でもこっちに来る、はい、うん、じゃあさ、これをさ、これをこうした状態で、はい、はい、もう一回こっち来て、これどう、あ、大丈夫、大丈夫、あ、いいぞ、うん、お尻も来ないね、もうごまね、そういうことだ、分かったぞ、分かった、すいませんね、何度も、いやいやいや、こっちこそ、すいません、変な方、うん、これどう、こっち外向けてみて、そう、体は正面、はい、うん、これでは、ああ、ビリ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 してで、来るけど、こっちに体重乗っけてみて、これでは、お、体重乗せたら平気、平気でしょ、はい、うん、で、反対側にやったら来る、反対側ってこう向くわけ、うん、違う違う、反対側に体重乗っけると来る、反対側やると、今はなんかやってばっかりだから、ここに刺激がずっと走ってる、うん、分かった、なんとなく、うん、歩き方ね、うん、だってもうこっちがさ、しびれたりしてるから、うん、歩き方どころじゃなくて、分かる分かる、なんだけど、これが一番大事、ね、この筋肉がつながってるんですよ、はい、だから、これが下に引っ張られっぱなしになっちゃってるから、はい、これがビーンってきちゃうんだよ、うん、だから、おそらく、でしょ、これで、はい、姿勢を起こして立ってみて、もっと、はい、もっとこっちに体重を乗っけて、こっちに体重乗っける、あ、はい、そうするとお尻どう、お尻は大丈夫でしょ、はい、そう、あ、全部そうだ、歩き方、うん、そう、だからそういうの売ってるよ、はい、口がそういい、分かった、はい、うん、じゃあちょっとだから宿題はしゃがむこと、はい、やってください、はい、OK? はい、はい、はい。